ちらがいるとかも。ナンバーカーズ製お越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。今日この後午後3時から国際映画祭ミニオンフォートにてミュージックジャパン TV 公開収録ライブライブビューを行います。毎節を務めさせていただくニーナと、はい、ハクマサイロです。どうぞよろしくお願いします。ミュージックジャパン TV は大阪から発信する日本唯一の J-POP 専門チャンネル、スカパー269チャンネル、スカパー E2、K キャット、イオ光テレビ、光 TV、BBTV、光ワン、一部ケーブルテレビなどで視聴することができます、はい、話題のアーティストの特集や生放送リクエスト番組、アーティストゲストなどなど、バラエティ豊かな番組を毎日お届けしています。あ、そうですね。そして現在、ミュージックジャパン TV ではメルマガ会員募集中です。はい、募集です。ゲスト情報やイベントへの招待などお得な情報がたくさん。登録方法はこちら QR コードを読み取って登録を行ってください。登録料は無料となっております。詳しくは今日この後私たちが会場内でお配りするこちらのタイムテーブルをご覧ください。そのミュージックジャパン TV の公開収録ライブ、今日は3組のアーティストゲストがライブを披露してくれます。はい、どんな人たちが紹介するかご紹介しましょう。はい、お願いします。紹介しましょう、まず1人目のアーティストさんはですね、ママダユウさんです。はい、はい、ありがとうございます。このママダさんはですね、このママダというこの名前かなりこう珍しいですね。本当にママだっていうだけでかなり印象的なアーティストさんなんですけども、はい、このママダさんはですね、ギターをかき鳴らし歌う女性シンガーソングライターなんですよね、かなりこの情熱的な歌を歌って、このいつもこの僕らのこの胸にドーンとこう何かこう、こう印象的なものを与えてくれるようなシンガーソングライターなんですよね。この方はですね、今日も絶対こう胸に何かをこう伝えてくれるような歌を聞かせてくれると思いますので、皆さんぜひ聴いていってください。楽しみに。はい、そして続きまして2人目のアーティストさんはですね、松下優也さんです。はい、この松下さんはですね、去年11月シングル「フーリッシュフーリッシュ」でデビューしたんですよね、はい、なんと現在19歳、若い。そして超イケメンです。はい、この方はですね、 R&B シンガーとして活動しながら、最近では俳優としても活躍してるんですよね。いろんな分野で、活躍している方なんですけども、今日は、DJ やダンサーも入ってですね、踊っていただけるというですね、かなり鮮やかでかっこいいステージにしてくれると思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。そしてですね、最後のアーティストさんは、マナカナさんです。はい、皆さんご存知の、ミクラマナさん、カナさんによるユニット、テレビに、ラジオに、舞台にと活躍してですね、世代を超えて本当に皆さんに愛されて、多方面で活躍している方ですよね。はい、大活躍。そうですね、今日はですね、本当に歌ってくれるということで、音楽も双子ならではの美しいハーモニーを奏でてくれるんですよね。はい、もう、ね、ハーモニーがめちゃくちゃ綺麗です。そうなんですよ、本当にリハーサルをね、先ほどされてたんですけども、本当にこう、うわすげえなみたいな感じありますよね。ありますね。ね、もう一晩引きつけられてしまう。そうですよね、本当にこう、はい、私たちをこう酔わせてくれるみたいな感じがありました。はい、はい、といったような、豪華な、3組です。さらにですね、公開収録の後もオフエアイベントとして、この3組のゲストがですね、ミニライブを披露してくれます。こちらもぜひお楽しみください。ます、ね、そうですね、はい、はい、そして開演に先駆けて皆さんにお願いがあります。はい、今日のイベントはカメラ、ビデオカメラによる撮影は禁止とさせていただいております。携帯カメラも同じく撮影禁止とさせていただきますので、どうぞご了承ください。はい、また後ろの方は通路となっておりますので、どうぞ前の方に詰めてご覧ください。はい、どうぞぜひ前の方にお詰めください。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、ミュージックジャパン TV 公開収録ライブミューもう間もなくスタートします。どうぞ本当にステージ近くまでお集まりの上、あと少しだけ、お待ちください。はい、前説を務めさせていただきました、ハクマサヒロとニーナでした。はい。
ありがとうございました。